おはようございます。松原人の街頭 YouTube、 今日は日米地位協定について少し触れていきたいと思っております。日米地位協定というものは、まさに私は簡単に言うならば、明治維新の時に日本政府が日本より強い国がたくさんあった、イギリスもフランスもアメリカも、こういった国々との間で我々はですね、不平等条約と言われるものを締結させられた。具体的な中身は何か、関税自主権がない、今も米中戦争で問題になっていますが、このものを日本に持っていた。その時にそのものに関して日本が関税をかけることによって同じものが日本にあって、それを環境の育成を守る、これが関税の政策です。関税自主権がないからやられっぱなしだと。もう一つは違い方法、日本の国内にあれば日本の国の行政や政治権力や裁判所の権力がそれを持っていかなければいけない。それが残念ながら保たれていなかった。この違い方権、この違い方権を直したい。日本の明治の元勲たちは小倉津太郎を含めてこの関税自主権を回復をしよう、違い方権をなくしていこう、ここに政治家としての全力の情熱を傾けてきたということを、私衆議院議員の松原議員は大井町の皆様におっしゃりたい。そしてそれは実現をしたわけです。皆さん、私の戦後の日本が、この戦後の日本が、私衆議院議員の松原議員が赤道直下の情熱を込めて申し上げたいことは、この戦後の日本、違い方権があった、今も残っている。戦後の日本の違い方権が今も残っているのは、それは日米地位協定という形であるということを、赤道直下の確信を込めて大井町の皆様に申し上げたい。この米軍基地の中においては、日本の憲法が直接通用しない、日本の法律が通用しない、まさに違い方権。アメリカの兵士が例えば日本の女子中学生を交換しても、その裁判の権利はアメリカが持ってますよ。その軍人がですね、形として実態がどうだろう、アメリカ側がですよ、これは職務中に起こった事件だといえば、その裁判権はアメリカに行ってしまう、こういった問題もある。しかし私松原さんが申し上げたいことは、それ以上に例えば日米地位協定は戦後ほとんど変わっていないということです。ドイツやイタリアはそれぞれ第二次世界大戦の敗北の敗戦国になります。私衆議院議員の松原人が言うまでもなく、ドイツイタリアは第二次世界大戦の敗戦国であって、アメリカとの間に地位協定は締結をさせられた。しかし彼らはそれをですね、変えてったんです。どう変えたか、国内法が平時は優先をする、当たり前であれば。私が申し上げたいのは、日本においてはアメリカと日本との地位協定において平時と有事の差というものはない。平時であるか有事であるかという概念がそもそも存在していない。全てが有事、もう24時間有事、これが日米の地位協定。ドイツイタリアは平時があって、戦時になれば違うが、平時においてはドイツイタリアの国内法にアメリカのいわゆる軍隊はそれを遵守しなければいけない。ここまでその地位協定を変えていった。日本においても本来それは外務省の悲願であった、小倉津太郎の後継ですから、外務省も当然そういう悲願があったと思っております。重要なことはそれをきちんと実現をする。ドイツイタリア並みに日米地位協定を改めることは最低限しなければいけない。まあ、例えば犯罪を犯したアメリカ軍の兵隊に関しては、ドイツやイタリアでもまだ裁判権、第一次裁判権をどうするか、まだまだその地位協定はフェアな状況になっていませんが、少なくとも平時と有事の区別を作り、平時と有事の区別を作り、平時においては国内法を優先するということになっている。これをですね、日本で実現するために、私衆議院議員の松原議員はこれからも努力をし、汗をかき頑張っていきたい。このように思います。